というかですね、うまくいってる人が多いやり方なんですよね。なのでもしあなたがこういうメルマガでブログだけで終わらせたくないとかですね、 SNS だけでやるのではなく、きちんとやっぱり他の収入が安定している人と同じようにあのメルマガを使って、きちんと情報発信したいという方は占いというのは一ついいジャンルなのかなと、まあ、個人的には、思います。でインターネット企業の方法ですね、雑貨で、まあ、物販ですよね、雑貨もそうなんですけど物販で、起業したいですという声ですね。あと、必要な資金どれぐらいなんでしょうかということなんですけども、まあ、資金はですね何度もお伝えしているように、あの例えばオフィスもですね、もしちゃんとオフィスを登記したいという場合ですね、個人事業主じゃなく会社、合同会社の場合ですね、シェアオフィスとかで登記できるところってかなり多いですね、今ね。なので、月数千円の費用でも登記を維持できるということを考えると、それも一つですし、とにかくあのお金をかけないっていうところですね。お金をですね、あのかけてしまうと、やっぱりあのランニングコストもそんなにネット企業の場合かからないんですけども、それでもですね、やっぱりどんどんダメになってしまいますので、とにかく最初にお金をかけない、そして固定費をかけないとかですね、まあ、あのホリエモンの、成功4原則っていうことにもなるんですけども、ここはあの徹底されるとあのいいのかなと思います。